京大の職員組合の林芸支部主催の、国際高等教育院構想と総人事課の再編案を問うというタイトルで、集会を開催いたします。で、あまりもう時間ありませんので手短に、まず、前半は、何人かの先生とか関係の方々から、いろいろ説明とかコメントいただきまして、で後半どれぐらい事件があるか分かりませんけども、その後、質疑応答という形で進めたいと思います。それでは初めに、支部長の間宮先生の方から基調報告をしていただきます。よろしくお願いします。間宮です。今日はですね、国際高等教育院という新しい制度ができた経緯と、それからそれが払う問題点をですね、簡単にお話します。学生の皆さんたくさん見えてるんですが、おそらくつい最近まで全学共通教育を再編成するっていう話は全然知らなかったと思うんですね。で、我々もですね、つまり人間総人の教員も、教授会なんかでは聞いていましたけれども、正式にこういったことをやると聞いたのは9月に入ってからなんですね。いわゆる総長メールといってですね、今の松本総長が総長になってからメールでもってですね、教員にいろんなことを伝達する、通達するということを行うようになって、で9月の20日にその総長メールがあってですね、国際高等教育の設置について、皆さん教員の皆さん その理解を求めるという話があったわけです。非常に急にですね、話が進んでいったわけで、その経緯についてまず簡単にお話します。時間があまりありませんので手短にお話します。レジュメが配られていますのでそれを見てください。で、まず、こうした再編成が行われた背景なんですが、私の見るところ大きく分けて2つあると思います。で、1つは全学共通教育の改革ということなんですね。昔で言いますと教養教育、一般教育と言われているものです。で、教養教育というのはですね、普通は学部横断的に行われるわけですね。大学によっては例えば経済学部がですね、自前で、いろんな英語とかその他の教養教育を担当する教員を抱えているところもありますが、普通は横断的に教養教育を行うわけです。で、したがってですね、何をどういうふうに教えたらいいか、すなわち文系もおれば理系の学生もいるわけで、どういうふうに教えたらいいかという問題と、それから教育教育をですね、どういった制度のもとに行うか、ということが非常に大きな問題になるわけです。で、そうした全学共通教育改革というのは本京都大学でももちろん昔から行われてまして、最近では淡路島でですね、合宿形式のシンポジウムが行われて、以前ですと比叡山で合宿形式のシンポジウムが行われて、それだけじゃなくていろんな形でですね、シンポジウムが行われたわけですが、これは参加が自由であってですね、でいろんな学部の先生たちがいろんな意見を言うわけです。オープンな形でこの改革についての議論がなされたわけです。だから今回の再編の一つの背景には、そうした全学共通教育をどういうふうに改革していくかという問題があるのは確かです。で、それとはもう一つはですね、いわば今の話が内発的といいますか、大学の内側から出た改革だとしますと、もう一つは外側から出てきた改革ですよね。外発的と言ってもいいと思います。で、それは教育行政を担当する文科省からですね、この5年の間にいろんな改革案が出てきています。ここにレジュメに書いていますようにですね、例えば平成20年頃から学士課程教育改革と大学支援プログラム、学士教育、大学4年間の教育をですね、このままじゃいけない、なんとか改革しなきゃいけない、そのためにですね、各大学に改革を要求するわけです。で、中にはいやこのままでいいんだという大学もおりますけれども、そういうふうにするとですね、国からお金が回ってこない。ですから文科省の意向に沿うような形で、しかも非常にですね、大々的な
メディアを賑わすようなですね、改革案を出さないとなかなかお金がもらえないということがあって、その学費家庭教育改革においては大学支援プログラムで GP という、まあ、3つか4つその GP がありますが、それに応募した大学にですね、で選ばれた大学にかなり巨額の資金を与えると、 GP Good Practice というふうに言います。でそれから大学院ですとリーディングプログラムというのがやっぱりですね、行われて、京大もいくつかリーディング大学プログラムのその国から取っています。で今年の10月からですかね、思秋館、思う収める館、というのが、まあ、スタートしました。でその思秋館というのはその国際的なリーダーを養成する、人数は7人でしたかね、多くはないんですけれども、かなりたくさんのお金をもらって5年間の一貫教育を行う、まあ、それは京大の大学院に入った人たちを募ってですね、教育を行うわけですよね。これはその永続的な大学院ではなくて、まあ、5年経ったらそれでおしまいというふうなプログラム。でそれからその他ですね、いろんなそのプランが文科省から提示されて、でそれに対して各大学が応じるという形になるわけです。でそうした改革、国からの改革の目的というのはグローバル化に即応すると、で要するにグローバルな人材を育てる。でそのためにはですね、その英語がベラベラ喋れなくちゃいけないというので、特にその英語を喋れるということが重視をされて、つい最近もですね、某大学で全講義を英語で行うというふうな記事が新聞に出てましたよね。そういうこの京大でもですね、そういったことはありませんけれども、そのリーディングプログラムにおいては講義は英語で行うというふうなことが、まあ、目指されているわけですよね。はい、でそれでもしですね、仮にその全大学が全講義を英語で行う、まあ非常にいいみたいですけれども、おそらくそういうことをやったら大学のレベルはうんと下がると思うんですよね。すなわちそのアメリカやイギリスではですね、子供の時から英語を喋ってるわけですから、それに比べれば我々がその学生になって英語をですね喋ってて大して喋れないです。だからその教える内容も非常に限られてくる。そうしますとその大学のレベルっていうのはですね、まあ、イギリスやアメリカの多分中学校か高校程度に落ちると思うんですよね。でそういうような形でですね、すなわちその目玉商品を大学が作らないと国からお金がもらえないと。したがって各大学が競ってその目玉商品を作るわけですよね。で私はその国際高等教育院の背景にはもちろんその全学共通教育改革という面ありますけれども、もう一つはその国からですね、その国の要請に応えるという面が大きかったと思います。で次に国際高等教育院というのがどういうふうにして浮上してきたかということを申し上げますと、まあ、昨年の夏頃から総長周辺でですね、全学共通教育改革案の一つとして、国際高等教育委員を作るという案が浮上してきました。それについては、まあ、その委員たちの内部、委員というかその部局長ですよね、学部長、研究課長の内部で、いくつかの案が出されたわけです。でまあ、国際高等教育院といいますのは教養科目の規格、どういった科目を提供するか、どういうふうに編成するかという点だけじゃなくてですね、その自らの中に教員を抱え込むわけですね、専任の教員を持つわけです。ですから規格とその実施をですね、その一緒にして行うのがこの国際高等教育院なんですよね。でそれに対してその案がいくつか出まして、一つはですね、その専任の教員をうんと取ってですね、で各学部部局から教員を移籍させて、そうしてその国際高等教育の専任教員にして、そうしてですね、もうそこで、一般教育の企画実施を行うという案。でもう一つはですね、まあ確かにそのコアグループを作りますけれども、専任教員も作りますけれども、ただし他の学部のその参画を仰ぐと、
他の学部からも教員が参加していってですね、まあ、割と全体として一般教育をやろうという案ですよね。まあ、あの国際高等教育院の案に対して、総人人間ではですね、コアユニット案というのを出したわけで、コアユニット案というのはそのコアを作る、もちろん専任も置きますが、これはその先ほど言いましたようなユニット案みたいなもので、多学部のですね、こう参画のもとに運営をする、まあその民主的な方向で一般教育をですね実行しようというわけ で、そういった背景があってですね、割とそれが表に出るようになったのは夏休み前ですよね。前です。ただ我々はですね、教授会のメンバーがどうして知ったかといいますと、これはあの研究課長が職務上いろんな会議に出るわけ で、そこでいろんな資料がこう配布されるわけ で、その資料が教授会で我々にも参考資料として配られるんです。中にはマル秘文書もありますし、取扱い文書もありますが、まあ、ここであの主としてベースにしたのはマル秘でもない取扱い注意でもない文書を元にしてこの経過を書いたわけですね。で、7月2日にですね、あの全学共通教育自主体制特別委員会という委員会がありまして、その委員会が総長に対して報告を行っています。その報告というのは国際高等教育院を設置するのが望ましいと、まあここが第一歩、実際の第一歩になるんだと思います。その文書にはですね、これは先ほど言いましたような外発的な要因、すなわち文科省の大学改革実行プランへも対応するんだということが書かれています。そうして9月に入りまして、別 の、 あの大学改革特別委員会というのが国際高等教育の設置のための基本方針案というのを出します。はい。で、それはもうかなりそのスケジュール日程をですね、もう詰めてるんですよね。で、例えば専任教育をどこから何名、移籍させるかとかですね、それから今後の日程、それによりますともう11月の20日の評議会においては正式にこの国際高等教育を決定すると。同日 の、 その特別委員会においては専任教員の候補者も決めるということが出されました。それから9月20日が早朝メール、先ほど言った早朝メールで我々のところへですね、こういったことをやるからよろしくというふうな通達があったわけ で、それに対して9月27日に人間環境研究科の教授が決議を行いまして、それに反対をした。その一部がこれ改革でですね、書かれています。それから10月16日、つい先月ですけれども、京都大学新聞に記事が載っています。推奨記事と書いていますが、まあ、大学の考えをほぼ一方的にですね、書いたような記事です。で、次にその国際高等教育院というのはどういった機構を持っているかといいますと、まあ、3つの部門からなっています。で、実施部門というのが実際に教育をする部門。それからその両サイドにですね、協議会というのがあります。これは企画調整を行う。それからもう一つがその評価専門委員会。これはですね、こうしたその科目が適当かとかですね、そういったこう自己的に評価を行う委員会。で、それから専任教員をどうやって選ぶかですが、まあ最初の出発点はですね、先ほど言いましたように各学部から移籍をさせるわけですが、やがて10年20年経っていきますと定年で辞める人もいるわけですよね。その時補充をどうするかっていいますと、ここは教授会がないわけですからね、学部じゃありませんから教授会がない。で、教授会がないですから、じゃあ誰が決めるかっていうと、おそらくトップダウン方式で決めるんだと思います。そういう形ですね。で、それでまあ最後に国際高等教育院の構想のどこに問題点があるのかと言いますと、まあ、一番大きなのはですね、これはトップダウン式 の、 その意思決定であるということなんですよ。我々教員はもちろんですね、そうですが、皆さんだってこの話が伝わったことはないと思うんですよね、正式に。ですから今日、これほど多くのですね、皆さんが集まったわけです。どういったことか内容を知りたいということですよね。それからまあ中にはですね、
これはその大学内部の単なる配置転換だから大した問題じゃないんだというようなことを言う人もいますが、ただこれはあのそういうことではなくてですね、もしその人管は最終的には39年になる教員、専任の教員が、そうしますと人管の教育にものすごい大きな影響を与えます。でしかもその39人がゆくゆくは総人を指導も行う、教育を行うわけです。総人というのはいろんな幅広く教育を行っていますが、それもその変わらなきゃいけないというわけで、人管総人にも大きな影響が及ぶことが考えられる。差し当たりはあの総人人管が廃止ということはなくて、過渡期というのはありますが、ゆくゆくはそういうことになるわけですね。まあ、それからちょっとすっ飛ばしましてですね、あのどうするにこれは制度至上主義ではないか、これはこの間その各大学の改革だそうですけれども、制度を変えればなんかあとはうまくいくんだというふうな発想があるわけですよね。教育というのはですね、基本的にはその人と人とがフェイスとフェイスでいろんなことを議論したりですね、あるいは指導したり、あるいは悩みを聞いたりするわけですが、そういったことがまあそのなおざるにされていてですね、とにかく制度や機構をその変えてしまうとあとはスーッと滑っていくだろうという発想があるわけです。まあ、そういったことに対してそのまあこれからそのメディアでもですね報道され始めると思うんですが、まあ大体メディアっていうのはですね、反対する人たちは抵抗勢力というふうに捉えられる。これは小泉構造改革についてもそうでしたけれどもね。でもですね、今あのお話したことからも分かるように、我々決してその単なる反対、あるいは単に抵抗するためにですね、そのこういった行動を行っているんではないということをよくですね、あのご承知お気づきいただきたいと思うんですね。時間が来ましたのでこれで終わります。ありがとうございました。それでは引き続きまして、東大職員組合の高山委員長からの挨拶をお願いします。京都大学職員組合中央執行委員長の高山でございます。自分は法科大学院の教授で憲法を教えているものでございます。今日はこれほど多くの方々にお集まりいただきまして本当にありがとうございます。多分多くの方々は一体今何が行われようとしているんだろうというふうに不安に思ってお越しくださったんじゃないかと思います。実は今間宮先生のお話ありましたように、この改革っていうのは現場の教員にとってもよく情報が伝わってきていないということで、もちろん教職員の方々だけでなく受験生をはじめとする社会一般の方に対しても大きな不安を与える、拙速で不透明なものになっているというふうに考えます。昨日に間宮先生と前川先生から職員組合の方にも詳しいお話をいただいたところなんですけれども、私は聞いていて本当に私どこに勤めてるんだっけ、大学ですよねと思ってしまいました。自由で民主的な教育と研究という価値を尊んできたのが京都大学の伝統ではないでしょうか。まさにここで報道も最近やっと全国的になされるようになったというところで、まさに不透明なところがたくさんあり大きな問題があると思っております。もうこれで終わりにいたしますけれども、この教授会にすら十分な情報が伝わっていないという状況ですので、私たち職員組合の方でできる限りの取り組みをやっていこうと思います。教職員の方々、専任だけでなく非常勤の方々にもぜひ組合へのご支援をよろしくお願いしたいと思います。私自身も個人的な情報発信を行ってまして、インターネットでブログを開設しています。京大高山と入力していただきますと検索してヒットするようになっているはずですので、ぜひご関心ありましたらお尋ねください。それでは次岡先生に回したいと思います。よろしくお願いいたします。続きまして林芸支部の岡先生から問題提起ということで、総合人間学部人間環境学研究科の岡真理です。人管の数少ない、組合員ですので、ここでお話しすることになりました。役不足ですけれども、はい。で私は全学共通科目ではアラビア語と現代文明論通ゼミナールで中東それからパレスチナ問題等について教えています。で、
まあ、経緯については先ほど間宮先生が1枚目の資料をもとにお話しくださいました。そして、今進行中の出来事の問題点については2番目のその登記資料が非常に簡潔にまとめられていますので、そちらをお読みいただければお分かりいただけると思うので、私の方から2、3点ですね、アピールというか、問題だと思っていることを申し上げたいと思います。非常に人間を愚弄していると思います。これは教えている私たち教員だけでなく、教わっている学生さんたちも含めて人間を愚弄している。でもその大学という制度がですね、人間を愚弄しているというのは別に今に始まったことではなくて、例えば、非常勤職員の方 その5年目 の雇い止めとかですね、そういうのは徐々にあった人間をもう労働力としてしか見ていない、大体可能なものというような。で、私は京大に来まして、この秋で丸11年になりますけれども、要するに今進行中の、その総人人間解体ということで、実質解体です、これが通ればということを考えれば、要するにこの10年間自分がしてきたこと、あるいはこの11年間、学生さんが私あるいは私たちのもとで学んできたこと、そうしたことが否定されているということなんですね。そういう人材はいらないんだということです。で、でそれからこの今進行中の出来事のですね、これを問題点、乱暴にですねまとめれば3つあると思います。1つはその大学における教養教育というものの全否定、それからトップダウン式の教権政治、その京都大学の伝統であるその自由の交付の否定、そして3点目は総合人間学部人間環境学研究科 その実質解体という点です。で、その大学においてなぜ、その教養科目というものがあるのか、でこれについてはですね、月曜日 アピールの時も申し上げたんですが、非常に大切なことなので、お聞きになった方もいらっしゃるかもしれませんが、ここでも繰り返したいと思います。総人 の大川勇先生、ドイツの思想のご専門の方ですけれども、が何年か前に京都新聞に書かれていたことを読んで、なるほどそうなのか、自分自身はそういう教育に参画しているのかというふうに教えられたことがあります。それは、大学における教養課程というものが、あるいは教養教育というものがいつどこでどのようにして成立したのかということです。でこれは普仏戦争の頃の、要するに19世紀末のプロシア、つまりドイツ で普通に考えれば、国が戦争をしている時になんでシェイクスピアなんだとかね、なんで敵国のフランス文学を学ばなければいけないのか、そんな時じゃないだろうというような話になるわけですが、そうじゃない、国がナショナリズム、にその、ことを挙げしてですね、戦っている時だからこそ普遍的な世界的な教養というものが必要なんだという、まさにそういう視点だと思います。そして、そういう理念のもと、例えば日本ではその旧制高校ではそのドイツ語やフランス語を教え、さらに漢文も教え、そしてその伝統の上にですね、京都大学の教養部というものがあり、私は京大出身ではありませんけれども、今の教、そしてそうした教養部時代から教養課程を担ってきた、多数 その先生方による、の下で その教養の教育というものがあるわけで、その伝統の上にある、それが言ってみれば全部否定されているんだということです。教養って何でしょうか。その松本総長はグローバルな人材を育てたいとおっしゃっている。グローバルな人材って何なのか、松本総長によれば、それはなんかその大学1回生からネイティブスピーカーの授業に出てですね、英語がペラペラ喋れるような人のようです。そして多分そのビジネスでその英語を生かしてですね、お金をいっぱい稼ぐということなんだと思いますけれども、グローバル、グローブって惑星のことです。惑星規模的な人間って何でしょうか。惑星規模で歴史を考える、人間を考える、世界を考える、45億年、地球の45億年の歴史、あるいはもっと言えば宇宙創生の時からの、そういう規模で人間を、世界を、歴史を考える、ね、まさにそれを総合人間学部人間環境学研究科がやっているわけです。その地球が、惑星ができた頃からのその地学的なもの、今吉田政教前でアピールされていますけれども、その地学 の石川先生、あるいは宇宙の研究をしておられる坂上先生とか、でそういう中で、例えば惑星規模で考えるというのは、ドイツ語やフランス語だけ学んでヨーロッパのことだけ、西洋のことだけやればいいのか、
なぜアラビア語を教養課程で教えるのか、なぜ中東のことを学ぶのか、そうじゃない視点があるということ、そうではない別の世界の見方、歴史の考え方があるんだということを学ぶ、そういう人材はいらないということなんです。今進んでいるものというのはそんなことやらなくていい。学部1回生からもう専門の、基礎ですね、それをやって、で必要最小限の英語が活用できるようになるような、それをやればいいんだ。ですからこの改革というか、私にとっては改悪ですらない、もまさに壊滅的なんですけれども、これを進めている方たちにとっては、なんでアラビア語なんかをやるんだ、なんで別に中東行ったら英語で、ね、やればいいのに、なんで中東のことなんかやるんだという話になるわけです。でそれから強権政治ということですが、私が11年前に初めて京大に赴任した時の最初の教授会の時に議論されたのがですね、その動物実験は是か非か、その最終的にその実験に使った動物を殺してしまうわけですけれども、そして殺すことを前提にして、その動物をその実験に使うということのその是非をめぐってですね、本当何時間も議論がありました。でその時、京大の教授会というのはこういうことを議論するのかという、だからその時本当にその教授会にいた、教員一人一人がですね、自分自身のそのまさに価値観、思想、心情に照らして、この動物実験は正しいのかということを判断して、その、挙手をしたと。でところがですね、いつの間にか、いろんな委員会ができて、今なんか生命倫理実験なんとか委員会というのができて、要するにそこで議論されて、もうかつてのようにそのことの是非をさまざまなディスプリンを持った、さまざまな思想心情を持った教員たちがそのことの是非を論じるというようなことはなくなってしまいました。どっかでルーティン的に、はい、じゃあこれは倫理的に正しい実験をしていますね、はい、じゃあ OK ですということになって、まさにトップダウンで、専門的なことは専門の人たちが専門的な委員会で決めて、じゃあ私たちはそれには関係ないから、もうそれにはタッチしないで、トップダウンでそれがことが決まっている。で結局今その全学規模で起きている全学共通教育の再編成というのも、それと同じ、まさに、言ってみれば一種の密室状態の中で、特定の人たちだけがその決定に参与して、こう決めたんだからあなたたちはそれに従いなさいという、そういうシステムになっています。そしてそれから3点目の総人人格の実質的な解体ということについて、数日前にですね、元東京都立大学の教員の方とお会いして、今起きていることをお知らせしたところ、まさにそれは十数年前都立大で起きたことだったと。ご存知のように都立大はその石原都知事がですね、それを首都大学東京という、形に再編成して、でそれによってその方がおっしゃっていたのは、もう学生の顔が一変してしまったということです。要するにこんな、要するに今京大でやろうとしているのと同じことを十数年前に都立大はやったわけですけれども、そんな大学で誰が学びたいか、積極的にそこで学ぼうと思わない、ね、優秀な学生さんたちがそこで積極的に学ぼうと思わなければ、その必然的な結果大学はどうなるのかということを考えてください。でこの総人人間 の、 その10年前の改装の時、ちょうど私が赴任した時その改装の真っ只中でした。でその後ですね、その改装がなってから、その改装の時に、事務長さんをしておられた方が、その改装の、過労による、おそらく心労性のうつで、お亡くなりになっています。またその私が赴任した時に研究課長であった宮本先生もその後すぐ別の大学に移られたんですが、本当に間を置かずして亡くなっておられます。やはりこの改装 の、 激務のせいだと私は考えています。その都立大の場合も十数年前首都大学東京に、なるにあたって、2名の教員の方が、そうした実務に携わっていた方が亡くなっているそうです。で、言ってみればその今の総人人感があるというのは、こうしたその事務長さんや、元その研究課長さんの、命を犠牲にしてですね、それがあると。でそれがなんか実質解体であるにもかかわらず、内部的なちょっとした改変だからというようなことで、もう今破壊、されようと、している。本当に
まあ、命をかけてという言い方を大げさですけれども、その命を犠牲にしてですね、このこんなものになると思っていたら、ね、そんなに頑張って働く必要なんてなかった、その本当にあの思いや努力を無にしてしまうことになる、本当に申し訳ない、思いです。で、まあ、最後にですね、あの、まあ、なんかその数の上だけ見ると、その総人人間の教員たちが、そのというあの既得権益集団が既得権を守るためにね、こんな異を唱えているかのような印象を与えるかもしれません。その内情をよく知らないと。でもそうではないということ。確かに今の、教養教育課程、全額共通教育、いろんな問題点があると思います。改善すべきところはたくさんあると思います。でもそれは改善すればいいんです。今のシステムのままでもいくらでも改善できます。で、要するに、あの、今やろうとしていることは全学共通科目をその良くする、改革すると言いながら、そうではない、それだったらこんなことをしなくてでも改善できるのに、要するに改革のための改革だということね。あの、私たちが守ろうとしているのは決してその自分たち の、 あの既得権とかいうものではなくて、でももし既得権という言い方をするのであれば、先ほど申し上げたような普遍的理念に照らした、あのその教養教育をそのすることができるというのは、これはものすごく特権だと思います。で、そして要するに本当に未来を、この本当に地球の未来を担う人材を育成しているんだという、そういう誇りを持って教育に携われるという、本当にそれはこういうことが起こってから私も認識しました、すごい特権だと思います。この権利だけは手放したくない。そしてぜひ皆さんにもこういう教育の受けることによって、その自分たちがその全人的な人間として作られていく、それを特権として手放してほしくない。今起きているその改革案というのは、大学の主役であるところの学生さんにとって何にもいいところが一つもない、そういう改革だから、だから反対しています。あの、もう言いたいことはいっぱいあるんですけれども、これだけにしておきます。それと、あの、今日大勢の学生さんが参加してくださっています。あの、追ってですね、総人、その人間の学生さん対象 の、 あの集会等もあの予定しておりますので、あの、そうした案内にも、気をつけていってください。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きまして、過半数代表者の小坂さんからコメントを頂きます。あ、どうもすいません。もうだいぶ時間が押してますので簡単にします。私、あの、吉田事業場の過半数代表者という、あの、聞き慣れない仕事を、学生の皆さん特に、あの、聞き慣れないかと思うので、そういうことやってます。伊勢田と言います。所属は文学研究科の方です。で、まあ、過半数代表者って何する人かと言いますとですね、その、大学、京都大学と、その、の間で、その、まあ、労働条件に関するいろんな、あの、取り決めを、する、まあ、労働協約というものを結ぶ、そういう仕事をします。で、まあ、特にその残業をどれぐらいまでしていいかとかですね、そういうことをするのが、まあ、私の仕事で、まあ、そういう意味では、その、労働条件に関する話について、まあ、大学に意見をしたりするということが仕事になっています。で、まあ、あの、今回のこの話なんですけども、まあ、まあ、私、文学研究科の人間です。あの、まあ、一応、大まかな話は伝え聞いてはいたんですけども、こんなに、あの、人間総人の先生方これだけ反対されているのに強行しようとしているということは実はあまり認識していなくてですね、その最近になってその話を聞いて、これはちょっと問題ではないかというふうに思って、今日参加させていただいている次第です。で、まあ、まあ、この仕事柄から言いますと、まあ、やはり労働条件という話になるんですけども、そのやはりその、まあ、労働条件というのは基本的には労働者とその使う側の人間がまあちゃんと協議をして決めていくものだという観点からすると、まあ、本人たちが納得せないのに、あの、変なところに移動させられると、これはどう考えてもあのそう簡単に認めていいわけでは話ではないわけです。で、まあ、その組合がもうちょっと強ければ、まあ、組合がそういうことをやるわけですけど、実際にはその京都大学はちょっと今のところ組合があまり力を持ってなくて、あのなかなかその交渉力持ってないんですね。で、実際のところやっぱ学部とか、あの、学部の教授会なんかがそのいろんな労働条件の改革に対して、まあ、その本部とやり合ってきたというようなところがあります。で、そういう意味では結構だから学部自治とかその大学の自治というのは結構重要な役割を果たしてきているわけですけども、今回やろうとされていることが実はそういうその教授会というものを持たない組織を作って、そこにたくさん人を送り込もうというの、そういうプロジェクトみたいなんですね。で、これは
ある意味では非常にその、総長としてはやりやすくするで、逆に教員の側からするとかえって働きにくくなる、まあ、そういうものじゃないかというふうに見てちょっと非常に問題視しております。で、学生の皆さんにとっては、まあ、その教員の労働条件とかどうでもいいやと思ってらっしゃるかもしれませんけれども、そうじゃないんですね。やっぱりその労働条件が悪くなればなるほど、この大学は働く人間にとって魅力的ではない大学になります。で、そのどうなるかというと、結局その面白い授業をする先生はこの大学からいなくなります。で、その皆さん、学生の皆さんもそのぜひ面白い授業が聞きたいと思ったらですね、その面白い授業をする先生をサポートしてあげてほしい、まあ、そういうふうに思います。で、それが結局結局みんなにとって一番良い、そういう大学になるんじゃないかと思います。まあ、簡単ですけど、私からのアピールはそのぐらいで、はい、ありがとうございました。田中先生いらっしゃいます。田中先生いらっしゃいます。すみません、じゃあ高等教育推進機構の田中先生からの一言。こんにちは。集まっていただいてありがとうございます。私自身は大学院人間環境学研究科を兼任しながら、今高等教育研究開発推進機構の教員をしています。で、今一番私自身がですね、大事で問題だなと思うのは、その新しい教養教育の組織がですね、学生さんたちのためになる組織であれば、教員のが力を発揮できる組織になればいいと思うんですけど、一番気になるのはですね、その自治的なその教授会、研究家会議にあたるような教授会が今ちゃんと作られていないことです。それが一つ問題だと思います。で、案の中でですね、それからその、新しい組織の中のリーダーを決めるその人事権がですね、機構の教員にもありませんし、新しい組織の案にもないわけですね。つまり自分たちの意思をちゃんとこう伝えて京都大学を良くしていくような組織、そういう仕組みっていうのが案の中にまだちゃんと位置づけられていません。ですから、その案の段階でもっと考えないといけないことがたくさんあるんじゃないかと、人間を大事にする仕組みっていうのは何なのかっていうのをもっと考えた方がいいんではないかというふうに思っています。で、まあ、ぜひですね、皆さん自身がどういう仕組み、どういう京都大学、どういう教育のやり方をすればですね、皆さんの力が伸びて先生方のいいものがですね出て、人間を大事にする大学にできるのかっていうのを考えてですね、発信していってほしいと思います。私からは以上です。ありがとうございました。